ラジオを聞いているあなたたち、バンドリに全てをかける覚悟はある？ある。ロゼリアボーカル担当、湊雪菜役の相葉愛菜です。皆さん、ハロハッピー。ハロハッピー。ハロハッピーワールド。ドラム担当、松原香音役の豊田萌です。日本放送がお届けするバンドリプレゼンツドリーマーズチューン、皆さんにバンドリの魅力をたっぷりお届けするプログラムです。皆さん、ガルパってる？ガルパってる。うーん、よかったということで、なんだろう、今日変だなああ、ということで、うん、もえし、はい、ハローハッピーワールドスペシャルイベント、ハッピーラッキースマイルフェスティバル、お疲れ様でした。ありがとうございます。あ、ついに5人、いや6人でハローハッピーイベントする夢が叶いまして、ライブまでさせてもらっちゃいまして、ちょっとね、話したいこといっぱいあるんですけど、うん、はい、また次回ね、はい、ちょっとゆっくり話したいと思います。はい、ではまずは、うん、兄様のね、はいはい、方をちょっとね、ロゼリアさん鳥だったらしいじゃないですか。そうなんです。さすがにそれは、うん、ちょっと感想を読みつついろいろ聞いていきたいなと思ったので、はい、まあ、今回は兄様のことを中心に、はい、一応ね、うん、ロゼリアの単独ライブファルベもね終わっていて、お疲れ様でした。終わってますね。はい、そうなんです。そうだそうだ。なのでこちらの感想の方をね、はい、今のうちに送っといてもらえると、ぜひよろしくお願いします。このね、ハローハッピースペシャルイベントの話もありますから、うん、もちろん、はい、次週待っててください。待っててください。はい、そして、うん、アミタ、おかえり。まあ嬉しいね。どうも。これが一番ハッピーラッキースマイル。本当だよ。もう本当に嬉しいから。本当にね。そう、もうこれはね、バンドリーは皆さんがね、うん、と同じ気持ちでね、うん、待ってたんじゃないかな、そして喜んでくれたんじゃないかなというね。本当に本当に本当にその通りだよね。ね、またあゆちゃんとしてのアミタとね、またいろいろイベントだったりとか、うん、そうそう、まあライブだったりとか ね、できたらいいなって思ってますので、はい、またアミタ、ね、ご飯も行こうね。よろしくお願いします。はい、というわけで番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。うん、宛先はメールアドレス bdp@1242.com、 bdp@1242.com、 また番組公式 X アカウントをフォローして、ハッシュタグドリーマーズチューンをつけてどしどしご投稿ください。それでは今夜のオープニングナンバーです。パステルパレットでもう一度ルミナス。バンドリプレゼンツドリーマーズチューン、この時間はブシロードがお送りします。バンドリに全てをかける覚悟はある。バンドリプレゼンツドリーマーズチューン、相葉愛菜と豊田萌
えがお送りしているドリーマーズチューン、皆さんから届いたメールご紹介していきます。はい、ラジオネームショウさんからです。あいあいもいしこんばんどり。こんばんどり、8月25日から27日に開催されたアニメロサマーライブ2023アクセルに全通 VIP 席で参加してきました。初日にロジェリア、2日目にモニカ、3日目に迷子と3日間バンドリから3バンドがやってきましたね、はい、どの日も最高の思い出になりましたが、特に語りたいのは、初日ロゼリアが兄様の鳥を飾ったことです。 ありがとうございます、この日の後半に残っているメンバーは、はい、全員自分の好きなアーティストだったので、全て楽しみでした、好きなアーティストがどんどん出てくる中、ロゼリアが鳥だと察した瞬間もう涙が出てきました。ローゼンホライズン、R、ジール・オブ・プラウド、ファイヤーバード、最後の最後に燃え尽きるセトリ最高でした。ファイヤーバードの時、ガルパの 3D ライブ映像が後ろに流れた時はびっくりしました。長文になってすみませんといただきました。ありがとうございます。私もびっくりした。ロゼ鳥すごいってもう情報聞いた時になんか超嬉しかった。いやでも正直言っていいですか、はい、マジでびっくりした、それはさ、もうあらかじめ分かってたの？そうだね。そっか、ま、今回ロゼリアさんたちが鳥ですって言われたって、ね、兄様、そう、なんか兄様出演決まりそうかもみたいな、話は聞いてて、兄様出れるんだって。意外と4年ぶりとかだったんだね。あ、そう、4年ぶりだったの、ね、だからコロナになる前の兄様が最後で、ってなってたんだけど、なんか鳥かもみたいな、ちょっと流れてきて、鳥で、私だから、なんかそのマネージャーから聞く前に多分誰かから、ユッキーとかかな、聞いてて、いやいやいやそれはないよ、まさかみたいな、そうそう、鳥はいやいや、そうそうそう、本当にない、鳥はさすがにないと思うよみたいな、言ってたらマネージャーから、相葉さん兄様決まりました、鳥です、1日目って言われて、え震えるんだけど震えるんだかって、いや本当に、え、待ってみたいな。でそうそうたるもう先輩方が多いわけじゃないですか、そうだね、だから正直、武者震いで合ってるこれ、なんかもう震えたんだけど、本当なんかもう武者震いでも合ってるんじゃない、武者震いで合ってる、こうプルルルみたいな、いやすごいよ本当に。だからどう言ったらいいかわからない、その難しいところじゃない。ロゼリアってそのバンドリっていうコンテンツのバンドだから、またこうなんかちょっと違うなっていうのもあったりとかさ、どういう風にこう出演したらいいんだろうみたいな、だからこうみんなとこう会議をやっぱりして、もうすぐ会議するから、こう会議してどういう瀬取りでいくとか、もうそういうのを相談しながら、その今回のこの翔さんが言ってくださったローゼンホライズン、 R、 ジールオブプライド、ファイヤーバードっていうセトリにしましたね。鳥だからファイヤーバードなの？素晴らしい。違うんですけど近かったんだ、バードの鳥とね、そう、鳥をね、いやアイナならやりかねないなって思って、違います、あ、やったわけじゃないんだ、いや、やってんなって思ったんだけどやってんなは勘違い、それは勘違い、勘違いか、偶然です、勝手にそうロゼならやるだろうなって思ってやってんなって思ったけど、そういうことじゃないか、そう違った、それね、後で気づいたんですよ、あ、後で、そう、鳥とファイヤーバードの鳥が、言ってるしね、鳥のようにって言ってますけど、ね、違うんですよ、これ偶然で、鳥違いだった、鳥、うわーやってんなやってんなやってんないやでもそう、ファイヤーバードはもう一番最初に決まった、やっぱそうだよね、もうその鳥の曲はファイヤーバードだなって言いづらむずギャグみたいになってくるけど、そう、もうやっぱ最後の盛り上がりとしてはファイヤーバードかなって、しかもアクセルっていうテーマにぴったりだよね、本当にそう、ね、そうそう、だからもうこれはファイヤーバードだっていうので、もう正直ここにブラックシャウトを入れるかとか、めちゃくちゃ悩みました、あえてね、すごい悩んだんだよな今回の、いやでもこのセトリめっちゃ嬉しいと思う、いや本当、私ももう全部好きだもん、ありがたい、その、まあ、サイトP からの、そのなんかこういうのがいいんじゃないですかっていうのももちろんあったし、そういうのをいろいろこう足して考えていろいろっていうので、まあ、このセトリになったんですけど、すごい素晴らしい、いやちょっとでもやっぱ震えそうだよね、ましたマジで、4年ぶりで鳥ってなると結構そうだよね、うん、
本当に。あとはやっぱ兄様だからさ、その、うんうん、もちろん知ってくださってる人もいるけど、こう知らない方もいるだろうなっていうのもあるから、ね、うん、まあ、そういった意味でも、まあ、結構強強めの楽曲を揃えて、うん、強強、知らない方でもこう楽しんでいただける。だ結構だ、そうだと声出しだったから、そうだそう、コールもある楽曲とかいろいろ考えたりとかして、あとはね、まあ、そのロゼリアもそうなんですけど、うん、2日目にモルフォニカが出ていて、うん、3日目には迷子ちゃんがね出ていて、だ全部にバンドリ出てたんだ。そう、ワンツースリーとデイズ。そう、いやでもモルフォニカもやっぱモルフォニカの色ダーンって出てて、まあ、バイオリンがバーって響き渡ってて、なんかこう優雅さというかさ、うんうんうん、お嬢様みたいなモルフォニカのあのソングが会場にこう響き渡ってて、うわすごーと思って。そうで、迷子ちゃんの話もさ、迷子ちゃんたちから聞いたんだけどさ、うん、そうなんか結構こう短めにしつつも何曲もやらせてもらえたって話聞いて、短めのメドレーって言ったらいいのかな、うん、メドレー、そうそう、でセンターステージでね、うん、すごいよね、すごい。全部ライブ見たんだけど、うん、その映像でね、うんうん、まあちょっと見せてもらったんだけど、うんうん、やっぱりなんか本当にそれぞれのカラーがあるんだなと思って。全然違うよね、全然違うマジで。だけど、うん、バンドなんだよね、まあ、もちろんそうなんだけど、うんうんうん、こんなにも色って出るんだっていうぐらい、そうだよね、そう、楽曲も雰囲気も本当に違うくて、うん、でそれぞれがそれぞれのカラーでこうバンドを奏でてるっていうのがすっごい染みた、うんうん、ちょっとバンドやってないんですけど、ハロハピも、うん、いや私、ね、全員でいつか、いややってほしい、いや出てほしいし、うん、あの私ハロハピの、うん、これちょっとあのイベントの話になるんですけど、うん、なんかさ、そのバンドのあのメンバー紹介みたいなさ、はいはいはい、ハローハッピーさん で、ね、MC でやってたのに、萌、うん、氏がどこどこどこってドラムを口ずさんでて、うん、あの何ちょっとロゼリアミというかさ、あのバンド紹介のあれを感じた、本当、うん、どこ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 、やっぱそのドラム誰誰みたいなやつさあるからさ、もう口ドラムやってんのよ、どこ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 じゃんって言ってこうやっぱロゼリアをそう見てくれてたりさしてたからさ、あれやりたいって思ってたからさそれがこう伝わって、もういいしドラムやってると、口ドラムやりましたすごい、もうなんかそれに私は最高と思って、いつかじゃあ兄様で口ドラムやらせてください、まあめっちゃ見たいわっていうか、本当に5人のライブがめっちゃ見たい、さらにねえ、うん、まだねいっぱいできるようにね頑張りますので、お声ください、皆さんのね、見たいなと思いました。はい、もう一通、うん、ラジオネーム瀬戸さんからです。ありがとうございます。アイアイさん、萌えさん、ガルパッテル、ガルパッテル。ロゼリアがご出演されたアニサマ2023デイワンに参加しました、はい、ありがとうございます。今回は本当に驚かされることばかりでした、うん、まずは、うん、島津綾さんと浮名さんによる新時代コラボ、びっくりしすぎてアイアイさんが登場された瞬間思わず声が出ました、すっかり圧倒されてしまい、歌がうまいってすごいという気持ちでいっぱいになりました。そしてその後ロゼリアまだかなとうずうずしていたら、なんと満を持しての鳥、声出し OK の公演ということもあり、全曲観客が参加できるパートがある楽曲で、みんなで盛り上がって楽しむことを考えてくださったんだなと、激アツの瀬取りに大興奮でした。ありがとうございます。私は今回がアニサマ現地初参加だったのですが、ファイヤーバードラストのラララの、うん、時に見えたアイアイさんの表情がすごく幸せそうで、見ている私ももっともっと嬉しくなり、ロゼリアにとって記念すべき日に立ち会うことができて本当に良かったなと思いました。最高の時間をありがとうございました。そうだ、新時代歌ったんだね。いやそうなんですよ、もうこれも震えまして、だからもうアイナとしてじゃなくてユキナとしてだったもんね、はい、ユキナとしてね、うわもうほんと震えたわ、これもなんかその楽曲、その楽曲っていうか、うんうん、すみません、あのコラボをってまた話いただいて、うんうん、あの新時代をその歌ってほしいんですけどって言われた時に、うんうんうん、あそうだ確かにロゼリアカバーさせてもらってるからって思ってたら、ね、うん、そのあまあお相手なんですけどみたいな、うん、まあ、まだ発表されてないんですけど、うん、あの島津綾さんお相手はって言われて、うん、ん？あれ島津綾さん、あの島津さんですかみたいな、うんうん、そうです、私とコラボでむしろ大丈夫えみたいな、うんうん、まあそれもまた震える、そうだね、うん、
今回震える兄様だった。震える兄様で、うん、もう本当に、まあ、アクセルじゃないタイトルがね、うん、まあ、こっちがもうアクセルフルスロットルでブワーっていかないと、うん、もう私がもうやられるって思ってだね。もうちゃんとメンタルもついていかせないと。もちろんフィジカル的なものもそうだけど、全てやばいメンタルってなるね。もうでも島津彩さんとやっぱお会いするまでもう本当大ベテランの方じゃないですか。そうだよね、演歌界でももうすごい方で、うん、だからもう正直リハの時からもドキドキだったんだけど、ものすごく物腰の柔らかい素敵な方で、うん、よろしくお願いしますみたいな。もうそんな一瞬で好きになっちゃう。なっちゃうもう、うん、本当にただでさえスタート好きなのにさ、どうしたらいいのって。もうそんなん大好きになっちゃうじゃない、うん、もう終わった後もこう手を取り合って本当ありがとうございましたってなったし、っていうか そもそも会場で本番中に、うん、なんか島津さんが本当になんかドキドキでみたいな、緊張してるんですってステージでおっしゃられてたのね。なぜか私分かんないんだけども、島津さんの手をなんか握ってしまってステージ上で、うん、そんなそんなって言って、うん、恐れ多いことをしてしまったんだけど、うん、もうなんか本当になんていうの、ステージ上でもリハでもそうだけども、島津さんの歌声がすごすぎて、そりゃそうだよね、震えた。でもきっと島津さんと一緒に歌えるなって思ったからこそ、あ、本当このコラボが、いやもうでも本当、ね、ありがたい。それはもう愛菜の実力だよ。本当ありがたい気持ちでいっぱいでした、うん、本当に。終わった後も震えてましたわ本当に始まる前も。そう、終わった後もずっと震え方が違う、震え、ね、うん、もうそう震え方が違いましたけど、いやもうとにかくもうお疲れ様でした。ありがとうございました。本当に素晴らしいお話たくさん、本当にありがとうございました。この後もまだまだメールご紹介します。後半もお楽しみに。ではここで1曲ご紹介します。ロゼリアでファイヤーバード。空がどんな高くても羽がちぎれ散っても飛び立つこと恐れずに焦がせ不死なる絆。ついえぬ夢、燃え上がれ。萌えがお送りしているドリーマーズチューン、後半もメールご紹介していきましょう。はい、ラジオネームマナさんからいただきました。ありがとうございます。あいあいさん、もいしさん、ガルパってる、ガルパってる。以前夏バテで食欲がない時にどうすればいいのですかの質問で、お二人が提案したものを実際に食べたら本当に夏バテが解消された気持ちになりました。本当、その件に関しては本当にありがとうございます。そこでもいしさんが言っていた、うん、そうめんを食べる時
めんつゆにマヨネーズがいいよって聞いた時、うん、えって思って、本当に騙された思いで半信半疑で食べてみたら、美味しくてびっくりしてしまいました。ほら、イメージで言うなら、うん、冷やし中華みたいで、見た目は確かにおぞましいものでしたが、味は美味しかったです。アイアンさん、まだ食べてなかったら本当に騙されたと思って食べてみてください。まだまだ暑い日々が続きますが、気をつけて過ごしてくださ い、 という、ね、ほら言うたじゃん。まだ私食べてないんだ。でもそうめん食べるちょっと予定があるから。そうめん食べる予定って何？そう、てかそうめん食べる予定があるから。そうめん食べる予定って何？なんか、まあ、焼肉食べる予定とかさ、なんか、まあ、キャンプする予定と か、 なんかバーベキューする予定とかさ、はいはい、わかるんだけどさ、うん、そうめん食べる予定って何？じゃ、番組でそうめんがめっちゃ届いたのね。その自分のやってる番組にそうめんがいっぱい届いたから、うんうんうん、そう、番組の枠を使ってそうめん食べようって。あ、そういうことね。言う予定があるの。絵面が生放送向きじゃないかもしれないけど。だって書いてもおぞましいって。でもそんだけ美味しいって言ってるから。まあ、それも含めてちょっと、うん、あの生放送で届けてあげてください。確かに。でもこのラジオの放送でマナさんを救ったってことだよね。救ったためになったってことだよね。ためになったね。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様からのメールご紹介しました。バンドリプレゼンツ。バンドリプレゼンツ。ドリーマーズチューン。お知らせです。バンドリーガールズバンドパーティーカバーコレクションボリューム8が好評発売中。ガルパで配信中の大人気カバー楽曲を集めたアルバム第8弾となる本作には過去最多となる全28曲が収録。さらにブルーレイ付き生産限定版にはミニアニメバンドリーガルパピコフィーバーを全話収録。ぜひ手に入れて楽曲とアニメ両方お楽しみください。アベムジカミニアルバムアーレアヤクタエストが好評発売中。今年4月にデジタルリリースされた楽曲を含む全6曲が収録。ブルーレイ付き生産限定版には6月4日に中野サンプラザで開催したゼロスライブの映像が収録されております。ぜひお見逃しなく。モルフォニカゼップツアー2023フォルテ、10月5日に千秋楽の東京公演を開催。現在チケット一般販売受付中。大阪公演、名古屋公演とはまた一味違ったモニカをぜひ見に来てください。9月16日、17日に開催したロゼリア単独ライブファルベのアーカイブ配信チケットが受付中です。販売は Day1 9月23日、Day2 9月24日の20時までとなっております。 2days の模様を何度でもお楽しみください。続いてはキャンペーンのお知らせです。全国約640の書店にてバンドリ It's My Go のしおりのプレゼントキャンペーンを開催中。店内で本をご購入の際に公式 X などで公開されている引き換え画像を提示していただくと、ここだけの書き下ろしイラストや迷子の楽曲の世界観をデザインしたしおりを1冊につき1枚プレゼント。バンドリ関連書籍に限らず雑誌やコミックなどを含む全ての本が対象になります。ぜひチェックしてください。9月16日でガルパは 6.5 周年を迎え、新バンド迷子が登場いたしました、うん、現在ガルパではミッションライブイベント It's My Go が開催中です。イベントと同時に迷子のオリジナル楽曲歌いましょう鳴らしましょうが遊べるようになりました。まだプレイされていない方はぜひお楽しみください。その他詳しい情報はゲーム内のお知らせやガルパ公式 X をチェックしてください。以上、番組からのお知らせでした。アイバイラとトヨタモエがお送りしてきたドリーマーズチューン、エンディングのお時間です。いや、今回はね、アニソン様の感想とかね、はい、いろいろいただきましたけれども、いろいろありがたいお話させていただきましたけども、うん、いや本当に、でもやっぱバンドリってすごいね、うん、いや、わかる。私もハロハピのイベントやってきてさ、うん、改めてそれ感じた。なんかファンの人のさ、愛とか熱量が本当すごくない、うん、いや本当に、うん、いつかできるかな。本当に全員集合ライブね。そうね、何人もう全員ね、しかも増えたからね。そう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 、迷子ちゃんたちも仲間になったし ね、 ね、まだまだ楽しみがたくさんでございます。夢がね詰まっておりますよ、うん、バンドリには。ありがとうございます、はい、さあ番組ではメッセージをお待ちしています。宛先はメールアドレス bdp@1242.com、 また番組公式 X アカウントをフォロー、ハッシュタグドリーマーズチューンをつけてどしどしご投稿ください。今回の番組の模様は響きラジオステーションにて明日9月19日火曜日17時から配信です。公式 YouTube バンドリチャンネルでもご覧いただけます。響きラジオステーションで無料の会員登録をすればおまけコーナーもあります。
楽屋裏を聞くをクリックしてお楽しみください。さあそして次回はなんと、ハローハッピーワールドスペシャルイベント、終了しまして、ハッピーラッキースマイルフェスティバルについてお話をしたいと思います。はいはい。でゲストにハローハッピーの北沢はぐみ役、吉田優里さんが来てくれます。イエーイ。ゆきちゆりちゃんが、そう、あ、嬉しいゲスト、ゆきちとともにイベントのねお話をしていけたらなと思っていますので、はい、お楽しみに。はい、バンドリプレゼンツドリーマーズチューン、ここまでのお相手は相葉愛菜と豊田萌衣でした。それではバイチューン。バンドリプレゼンツドリーマーズチューン、この時間はブシロードがお送りしました。